やべえマキア大丈夫よし、マキアやったれ、ね、じゃぁよろしく頼むぞ3、2、1, 1> さっきましたあ、トカちゃんところからいや、あのトカちゃんもなんとかしてあげてほしいね 今一人でいろいろ抱え込んじゃってて。うん。いやー、このね、能力が、ほんと最悪じゃないってところが良かったよね。うん。これ、いや、だから、トゥワイスほんといたらやばかったよね、本物の。今のこの戦いの場所に。もう絶対積んでたわ。うん。 お茶子こちゃんがね、なんとかするんちゃうのこれは。助けてあげてよ。あ、お茶子こちゃんの力。うん。またこの自分の能力のなんか制約でね、この作曲面で、こんな仕打ちというかさ、 すごいあれだよね。構成だよね。この話の流れ。ああ、おちゃこちゃん。うん。ああ、え見分けんのあ、やばーやばー <laughs> すげえしかもなんか天候的にもね、涙なんて分かんないんじゃないかみたいな。 そんな感じの中で、わあ、もうちょっとなんか探すまでに苦労すんのかと思ったら、いやー、いよいよ退治って感じだね。けどさ、けどさ、このヒロアカやばいんだけど、マジでさ、どんだけ展開盛り上げていくんだって話なんだけど、マキア、あいつがまたここであれでしょ大暴れするような流れになるんじゃないかな。 ここでまたお茶子こちゃん、トガちゃんの話がこのオープニング終わった後に見れるかっていうと疑問なのよね <laughs>。いや、マウントレディとか確か予告とか出てたもんな。いやー、本当に今まで登場してきたキャラクターでね、もうここの話をめちゃくちゃ盛り上げてくれるよね。ナガンとかジェントルとかもそうだったけど。あとこのしが柄きがね、頑張ってる。オール・フォー・ワンに対して。 そこがまた熱かったし、今出てきたね、常闇くんとかも最後、あのバカでかい一撃とかさ、あれ食らったオールフォーアンどうなっていくかな。ただからあのオールフォーワンがね、能力またさ、奪おうとしてんのが怖いよね。誰か取られたりしないといいんだけど。まあ、あと死血高校とかね、あの到着もな、やばかったよね、みんなの。<laughs> あ、マキアかあ、おお、常闇だ これこれこんぶりおろしたやつあ、ラッシュラッシュ無敵状態。な、こいつもタイムリミットあるからね。それそれ。いやー、てかホークスも無事でよかった、ほんと。終わったと思ったもん。出せるしえ すごいあ、心理込さん。いけーみんなで。いやー、みんなの力がさ、この重なった時のこのね。<laughs> あ、出てくんのかいやー、なんでそれであれなのあれ若返ってない ええー、<laughs> やばい。あ。頑張れ。えー、てかもうオールフォーマンって認識できないよ。別人みたいになったね。んオークスかあ出た うーも、うしかも、ここに、最悪。うわ、邪魔してくんだ。やばいやばい、うーやっ、<laughs> はどういうことえ、なんであ、ええ真相か あ、シーソーくん乗ってる。だからこれあれマキアをコントロールしてんのかもしかして。<laughs> そういうことっぽい。これあれじゃねうん。あ、違った。なんだ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 。うん。 いや、俺なんか、シンソウ君がマキア、いや、けど、なんか、あれ、つってるよね。うん。こっからだ。こっから何かが起きて。うん。わー、これで起きたんだ。うわー。 犬の、あんもう、マウントレディも好きうわ、すげえ <laughs> すげえ、それ、うん、うわー起きちゃうんだね、けど。やべえよーうん。 あうん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 もういろいろ考えてあったんだねえはあえー、何これ うわうわうわ、こん、え、けど倒したいからあそこにいいんでしょうわ、マウントレディもやられちゃってるよ。お前かあいつかわかんなかった、俺。 うわわわわわうん、わわわわやば。いやいや、けど、やばいけど、さっきのあれを見てるから、まだ心が持つ。なんとかなる。<laughs> うん。あしとちゃんすげえ。やばくねええー、すごい量じゃないおー あーやばー結構えぐいことしてる大丈夫なのこんなの出したらここまでの間にねまたあ強くなってあー頼りがいのある二人うわ やばい、ミッドナイト。あ混ぜてるのやばくないそれ混ざるの。いや、やばいだろう。あんなの体内に入れたら。ほら。いや、つけたんじゃないこれ。いや、けど大丈夫なの かなり無理してんじゃない。いやー、いやー暑いな。 あ、もう一個ある。あ、これであれかあ、うおー、来たああ。こ、こ、よし、よし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 。<laughs> うわあ。よし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 。ああ。ここもみんなで。ああ。あー肌がね。あ ああ。<laughs> このエピソードもやばい。<laughs> <あー> <laughs> やばーい。あれない。<laughs> 目が痛い。 えあ、状況あれかなちょっとごめんね、手でやっちゃうね。ああいや、これ、このビジュアル。いや、マキ屋まで使って。あははすごい、でかい、周りが。 止めようとしてる奴らがみんな巨大だ <laughs>。いやー、スモールワールドってこういうことだったのね。ああ、きな。<laughs> いやー、これなら、これならよ。心強い味方になったね。ある意味。かけうん。ああ、そうやって使うことが まあ確かにリスキーだよね。てか、いつ裏切りかもわかんないのか、マキアが。ああ、やばいやばいえ、ちょっと、もうひっくり返るの状況。うん。ああうわ、終わった <laughs> ああ、やべえ。いやーあ。ん置いていった。お、お,おえちょっと待って。えなんか中たがい中たがいすんじゃねえの今の。 うんうん、みじんも思ってなさそうだけどねこっちのね中性というか愛は深いのに。 いや、マジでこれ。えうん。だそれだけのあれがね、強い思い、怒り。え、だからその怒りが向くんじゃないこの後。操り忘れなしな,しな、できなくても。うん。 やべえマキア大丈夫っべ、うん。よーし、マキアやったで、ね、じゃあ <laughs> お前このまんま <laughs> うーん、それね、<laughs> お前のやり方じゃつながらなるやつなんていねえんだわ。ああ <laughs>、やばっ、うわ <laughs> 英語 <laughs> いけるいけるわうん。あ、取材うん。うん。あ、前にあれだね。あリポーターの視点みたいなのやんのかなまた。 ああ、デクく,くん,、うん。うーん。あそこでインタビューしてるわ。ああ、それが今戦ってるみたいなで。いても立ってもいられないわ、私みたいな感じなのかもね。あ、あっちも。わあ、少しずつみんなあれじゃん。 影響を受けて立ち上がってるっていうかね。この報道がまた力になるんじゃないこの人までかなうん。ああこの会見にいた人か。 いやー、みんな自分のあれで動いてんだね、自発的に。彼ら。あー。うん、いやー、すごい。あーお、動いてます。 いやめっちゃどんどんあるじゃん。見守ってる人が。ね心ではね、みんな応援してんだろう。おー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 お劇場版とかかなもう、世界中が見守ってるよー。いやこのまんま終わりにせず、巻き返して。 いやー、ちょ、頑張れ。俺はあ、はあ。もう殴っても殴っても武器があれかボロボロになっちゃうほど。あーで、ずっと叩いてんのね。ああ、とこやみくんも <laughs>。いやけどなんか限界かみんな。 いやあ、我慢比べだなえあ、うー、やばいやばい。大丈夫え、え、ええー、あ、マキ屋、行け。あ。ちょっと待って待って。え <laughs> へちょっと止められないのうーわ、骨出てるわ。 殺したわ、もう無理だこうなったら止められ、えー、止められないの。このメンツでも。いやマジ魔王うわうわええ やばいやー、弱らしか、これで。いやもうどうすんのえ、いやこれもう止められないんじゃないん今のは え、今のは黒に黄色だとなんかね黒切りとかとことこ闇個性あオークスかうんああえー、うーうーわ マージで、うわー、取られた。うん、あ、ミネタだ。ミネタくん。 いや、守ろうとして。うわぁ。<laughs> いやー、けど見れた。よくここでオルフォーワンにあれだね。すごい。弱者って言うなし。 いや、もう完全に割れちゃったのえあ、あ、あ。ああさっきの。今に見てろよ。いやー、こっから逆転どう <laughs> どう <laughs> うわ、い たー止められなかったー。あっ家族。えダビンところのあれかダビっていうか、トドロキ家の今の。 そこが今度鍵になるってことこの後ええー、そんな展開来るのこっから。え家族駆けつけんのかなだって、今この戦場にいるんじゃないのダビとかエンデバン。で、そこで何ダービーと家族とかが会うことによって、このダビーが、 お兄ちゃんが、今度は、オール・フォー・ワン、魔王を止めるようなことの動きをしてくれるとかまであるのかなえー、全然違ったらごめん <laughs>。けど今の、あそこでさ、ああいうのが出てくるってことは、なんかシナリオ的にね、そういう風になっても、って思ったんだけど、エンディバーとダビで、 命がけで止めるのかなええー、そうなったらすげえけど。見 <laughs> 当違いならごめん。うわあてかホークス捕らえちゃったね、能力。そしてまたさらにオールフォンワンがなんかね、やばさが増したというか、あんな若返っちゃってさ、あとマキアがね、予想外だったね、あの展開は。さあ、予告、どうなった向かってるよあの人。うわあ。 ねえオールマイト動くのここでいや確かにオールマイトもねこのまんまさ静かな終わりを迎えると思えないもんね立ち上がるのか命削ってオールマイトだって今のタイトル絶対そういうことじゃないやばいなすごいなヒロアか 褒める言葉がないよ大谷選手みたいだよ廣岡が <laughs> めっちゃ熱くなる展開は嬉しいんだけどね誰かが死ぬっていう展開にだけはなってほしくないんだでなんかオール・フォー・ワンもそこら辺はねありえそうなんだよねそもそも彼はだってそういう結末になるんじゃないかみたいなねそういうのあったじゃんマジでめっちゃいろんなとこ気になる最初のお茶子ちゃんとねあのはとがちゃんとこといいさもうどこも見たい <laughs> どこでもいい見れるならこの続きが <laughs> <laughs> はいというわけで今回のエピソーってやつ皆さんのらそろってる 僕の役所に提するコメントをお待ちしておりますまた動画の高評価チャンネル登録まだなかったら、ね、ぜひチャンネル登録していただいて引き続き楽しんでみてください以上動画をごただきありがましたバイバイ